奇人百人一種より、安藤貞明の創造図、安藤貞明教法元年10月13日は、江戸時代初期から中期にかけての国学者。名は溜明、溜明通称は、右平、新助。年山と号する。兄は、安藤宝金。富士見宮に仕える安藤牧沖菜の次男として、丹波国総伝軍に生まれる。学を、伊藤仁に、を、 中野院道重に学ぶ。兄のためみと共に最初は伏見宮に仕え、後に二人とも、三戸藩の徳川光国に招かれて、商工官の寄りうぞとなり、大日本史礼儀類展、釈万葉集の編纂に従事した。光国の命令で、慶中のもとに万葉集の注釈を教わりに、たびたび出かけることとなり、ついには、慶中の門人となる。 水戸藩から家禄を加造する命があったが、実施がないことを理由に、これを断り、養子も取らず、家が絶えた。友のよも木家は、人のなしがたきところにして、我が天を休んずるの説義称すべしと評す。大正四年、正五位を追造された。上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井正一、藤原明、コンサイス日本人明治天第五藩、株式会社三聖堂。 2009年71ページ、田尻左辺、増意書見伝造法番上特使増意年表 P36。ありがとうございます。